だとな、例えば、うちの何かが気に食わんか、家族に来たり、家族に、なんか、気持ち悪いから、羨ましいパターンが始まるなって。精神病なんちゃうの、ほんまに。あんなん、地域に出したかって、自立してるのって、さっき怖いけど、あんなんがめちゃくちゃ、はびこるのよ。そういうような、地域なんか残しようないやん。地域なんちゃ出したらあかんって、そこやんか、これ。もう全然、残しようないやん。あいつら地域出したらあかんねん。証拠、はっきりしてるやん。事件で、その、僕漏れされて死んだ、次、奇形で生まれる。変形するまで立たれてる。ほっぺたとか、体ぐねぐねになる。また、その、中にも世界、世界と内側の世界があるやん。ある程度、オーバーラップして、そういった。まあ、説明した。で、中の頭同時にあるときに、現地の会社、中にいる妊婦の中の会社で、非経理なの。もし精神病になったら、体も危険。あいつらもそう。ババアたちもそう。何が恨みがましいか知らんけど、その結果もっとあいつは不幸な形も変な形。終わらへんの、死なれへん、消えられへんの。どんな悲惨なの。もう、恨みしか残ってんけど、恨まれてしまう、恨め。っていうしかないの。それが一番治りやすい、あいつの場合。自分のせいにできたら、精神病になるの。いや、精神病くじ。自分の人生、僕の人生、ええとか、あ、そう。そういうか、褒められると思ってる病気やないですか。で、今日関係ないけど、あんな、っていう気もない。で、こういう汚い、出そうと思って汚い。そんな世界、まだ見ない。だから、もう、うちの周り、あんな、助けたらあかんねん。汚い、音汚い、これ。汚い人間、汚い人生。好きなんやねん、みんな。うち嫌い。